まで猫と遊んでんだよって。猫がだっているんだもん、ここに。これ野良猫なんですよ、皆さん。痛い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 。やめて、撮影してよ。今回ですね、はい、じゃん、来ました、エギング日記シーズン2開幕しております。前回、はい、私ブーニーと、はい、山内のおばちゃんでエギング日記やってきました。まあ見事ミッションクリアということで、まあジョンユ先生、はい、あなたさ、はい、自国でミサイル作ってるでしょ。作ってます、いっぱい作ってます。ミサイルを作る過程っていうのはさ、はい、ミサイルの中に何が入ってます？火薬。火薬入ってますよね。火薬測りますよね、火薬。はい、測ります。はい、ということでこちら書いてますんで、これ読んでいいんですか？はい、まだ、はい、どうぞ。今読んでいいですか？今読んでみてください。おお。いきます。それではジョンウンの、はい、エギング日記シーズン2ミッションは、はい、釣ったイカの重さを当てるまで釣り続けろ。よいしょよいしょじゃない、よいしょ。ヒットした後ってことで。あ、そうですそうですそうです、ヒットしました、うん、寄せるまで、うんうん、に当てないといけない。いいです、そうです。今回あのジョンウン先生のミッション、はい、これにねちょっとしたルールを設けさせていただきます。はい、ルール1、以下全般 OK です。あー、なるほど、アロリだけじゃなくて、もう例えばもうこうちゃんでもいい、こうちゃんでも OK、 でも OK、 なんでもやりちゃんでも、やりちゃんでも、やりちゃんでも OK。 でルール2、イカを取り込む前に重量を予想する、あの、はいはい、海中にある状態で、はい、予想して口頭でまあねこう伝えてっていうことです。ルール 300g 未満はノーカウントとする。ルール4、前後 30g まで OK です。350って俺が言ったら、うん、上が380、うん、下が320まで OK です。はい、そういうことです。あ、なるほど、はい、今回あの山内のおばちゃんのご指名ということで、はい、あいつマジであの野郎あのババあのババマジでってことで、エギング日記、はい、シーズン2、2層目はジョンウン先生、はい、よろしくお願いします。エギング日記2巡目、もうサクッと終わらせるように頑張ります。お、皆さん応援お願いします。おお、左の人いつまで噛んでんだよ。おお、見て、ほら見て、見てこれ、取ろうとしたらこれすごいんだから、返して、すごいのよ。あ、出た、出た、出た、必殺技、困るわ、キック、困っちゃうわ、痛いんだって、痛いんだってそれが。詰め、マスハム、ハムリだ、スンスンスムリだ、コン、スン、ダメな、これ。マスーロビソンダンチンジョウフォビラーサーチョヘイチャビ。はい、ポイント入ってきました。エギング日記2巡目、ジョンウンでございます。今日が大潮前の中潮でございます。で、今がちょうど上げからの下げでございますからね。あー、もうね、簡単にいくよ。2024年10月15日、中潮、現在19時、簡単に当ててよ。もう満潮からの下げ始めに回遊するアオリイカを狙ったエギング兆候。もう今日決める。しかもアオリじゃなくていいっていうね。お、待って、当たったよ。今正面あるんじゃない？まさか。はい、エギング日記2日目でございます。初日はね、散々な坊主でしたね。今日はね、もうちょっと夕まずめ終わりかけなんでね、今からちょっと急いで頑張りたいと思います。じゃ行ってきます。ポイント入ってきましたね。ほら、もう日がほぼほぼ落ちてます。よし、なんで行こうかな。1投目は、1投目大事、1投目大事。雨もね、ちらちら降ってんですよ。さっきまで結構降ってたからね、よかったわ、こんぐらいに収まってくれて。
ゆうまずめマンチョ前大塩。2024年10月17日大塩、現在18時ゆうまずめマンチョ前にベートを捕食するアオリイカ狙い、うん、風がねちょっとね風向きがね横風なんですよね。そんな強くはないんですけど、ここはね結構潮通しいいんで釣れやすいと思うんですけどね。墨も結構しっかりあるんで、もしね釣れなかったら朝まずめまで粘ろうかなと思ってるんで。違うもんね。ラトルで探る。カセイノが来てくれる。願う。エギはね、ああ早速来たー。え、これどんぐらいかな。ね、一応一発目なんで、350。うん。上下ね30までオッケーなんで、うん。特別大きくはない。うわーよかった一投目。最高。戻り。わ、あんバレた。うわ最悪、ジェットでバレた。時刻。ただね、活性はやっぱいい。うわー悔しい。エギングに気づきしょっちゅうバラすもんな俺。いやでもおるよ、おるおるおる。今のバラし結構食らってます。そのイカ釣ってやっぱこの今日の具合とか潮の感じとかでグラム数の感じ方って違うじゃないですか。それをね最初知りたかった。もう外れてもいいから、で上げたかったのよ。上げて検量したかったのよ。2024年10月17日大潮、現在20時、満潮からの下げ始めに回遊するアオリイカ狙い。来とった来とった。これはうん300、350、350でどうでしょうか。でシュッシュッシュー、あーちっちゃいな、どうかな。あ、ありそう。やりました。とりあえず、あ、おるじゃん、ほらパンダハンあるじゃん。パンダハンゼロですね。エギが3号なんで、そうですね、325でエギスが15、3号なんで15引いて310でしょ。うわー惜しい。くそー。よし引き続き頑張ろう頑張ろう。でかいよ、これはでかいよ。どんぐらいかな。これでかいぞ。500にしよう、500に。取り込みまーす。ある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 。ある。500って言わんやろうな、これ。パンダコンほら。パンダコンがある、パンダコンが。ほら。はい、測っていきたいと思います。ゼロですね。じゃじゃん、730。
うわー外れたけどね、テンション上がるわ。ちょっとすいませんね、ごちゃごちゃしちゃって。エギはね、これマグネット SS の3号ですね。でシャローなんですよ。引き続きちょっと頑張ろう。いるからだって、そこにイカがいるから。現在21時、満潮からの下げ始めに回遊するアオリイカ狙い。潮はね、そんな効いてないんだけどな。わった、取った、イカやった。おお、これどんぐらいかな。イカですね、これは400。うわ、500ぐらいあるかな。思ったよりあるな。500はありそうやな。400って言ったもんな、俺ね。400、はい、ゼロですね。エギを交換しまして、どうでしょうか。あー、500やった。530、15、515。いい、エギ、また頑張らんばな。ねえ、当たらんよ。重量が当たんない。さあ、こんだけ釣れたら面白いんですけどね。全然面白い。こうやってどん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 こう当たりの感覚をね、調整してね、テカンドを合わせていくっていう。絶対でも次って合わせる。これ今日決めんばよね、ここで。ふんふんふん、乗ってるね。また来た。これどんぐらいかな。これも、500。あ、これないぞ、500。わからんな。200ぐらいかな。ね。もうちょい頑張るか。むずかなこのミッション。マジなめとった。舐めたらあかん。いや、多少ね、潮のあれで変わるって言ったらなんとなく分かっとったけど、むずすぎやろ。いっぱい釣ってね、そのいっぱいで決めたいな。他の聴講者の方も2人ぐらい来られたんで、ちょっとボリューム落として喋りたいと思います。まあ、とったに移動してきたんですけど、釣れるならこっちやろうなっていうぐらいの潮。今ね、結構潮が下がってきてるんで、水深も多分変わってきとるやろし、最初釣りを届くと、ね、ちょっとでも深いところの方に移動してきてます。今信じる、自分を信じる。
400いきます400いきます400いきますよ。400でお願いします。ちょうどいいんじゃない、ちょうどいいんじゃない、これ400、これあるよ、400あるよ、これゼロです。いくらだったでしょうか。400って言ったんで下が4370、上が430です。でエギが、3.5 を使ってるんで 20g 引きます。はい、どんぐらいでしょうか。いきますか。395、エギ抜いて375、ギリギリ OK、 やったー、やれたー、ミッションクリアでございます。いかにはね、5杯目ですよ、5杯目ミッションクリアをしたエギでございます。今日の当たり5杯中4杯これ釣ってますからね、今日でね、大当たりもいいと思う。マセー、ミッションクリアできました、ありがとうございます。罰ゲームの方は回避となっております。見たかったやろ、罰ゲームね、見れません。それでは次の方の指名に行きたいと思います。誰かな、誰かな、マー君、あんたに決めたよ、絶対罰ゲームさせてやる、覚悟しとけよ。ミッションの方はね、後ほど考えていきたいと思いますんでね。ということでエギング日記、楽しいな、頑張ってるな、面白いなと思ってくれてる人はね、チャンネル登録、高評価ボタンね、ベルマークとかもねお願いします。あとコメントもガン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 送ってください。まあ暗示でもいいです、かかってこい、極悪女王になってる俺がな、こうこうこうしてやってるな、こう。じゃあ次のマー君の番をお楽しみにしてください。Bye!